皆さん、こんこにちは。本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう中国国家省武漢市を中心に拡大する新型コロナウイルス関連肺炎の被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。 当社の連結子会社である SRL 香港リミテ中国の受託臨床検査市場に参入することを目的として平安行為投資管理有限講師との合弁会社を中国に設立し、本合弁会社がサービスを提供している提携ラボラトリーの一つが武漢市にある武漢市並びに現地医療機関より医療用のマスクや防護服等の提供について要請がありました。 本要請を受け、当社は、下記の物資を提供いたしましたのでお知らせいたします。引き続き現地の要望も踏まえ、支援活動を検討するとともに、一刻も早い事態の沈静化を心よりお祈り、申し上げます。期医療用、保護マスク90、0 0 0個使い捨て防護服3800個、ゴーグル3、0 0 0個蒸気数字には一部、発送予定分を含みます。 以上、本件に関する、お問い合わせ先、本件に関してのお問い合わせ先、メディア関連の方。ミラカホールディングス株式会社広報部電は、0362790884E メール、MHD、P コム投資家、アナリストの方。ミラカホールディングス株式会社 IR、SR 部電は、0359093337E メール、MHD、 i r m i r a c a c o m